一つね、ちょっとね、考えなきゃならないことがあるんだよね。で、最近ほら、ずっとちょっとね、関東中心にね、いろんな調査してきたんですよ。で、北関東じゃないんだ。あそこ南関東の範囲に入るのかな。山梨県がね、ちょっとおかしいんですよ。山梨おかしいね。これやっぱ現地調査しないと。いや、現状も軽くやってんだけど、実はね、あ、金丸信の一族なんでしょ、あれ、関係者。山梨日報ね。うん、山梨日報。うん、で、なんで山梨日報のその記者会？いきなりで皆さん何のこっちゃだと思うから、うんうん、言いますけれども、実は山梨日報の、カメラマンで、うん、鶴田さんっていう方がいらっしゃるんですよ。うん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 、で鶴田さんって実は2004年から2010年は、小室KK 息子さんが、うん、カナディアンスクールに行った時に、うん、びっちり鉢ついて、うん、写真撮ってたんですよ。何の写真撮ったの？そんなまだね、どんな人間になるかもわからないような時期に、うんうんうん、これ。あ、マジ？本当？これ見てください、これ。記事ですよ、今、そういった当該記事。これ何かって言ったらね。あ、これはなんだね。2017年の記事だけども。うん、そして2017年、うん。これざっと読むとね、エイミア国際の長女、エム子様との婚約が内定した KK 息子は、2004年から10年まで、東京都品川区、北品川区の、品川のカナディアンインターナショナルスクール東京で学んだと。山梨日日新聞の鶴田慶吾カメラマンは、1999年の設立当初から、個人的に学校の様子を記録、KK 息子の入学時から卒業式まで成長ぶりをつぶさに見てきた。おかしいじゃねえか、これ。そう、だってこんな高校生、知ってる？高校生の時、KK 息子っていじめやってたんですよ。うん、これいじめやってたでしょ？そう、この時、まさしくいじめやってた時で、うん、中1からね、高校にかけての4年間、うん、同級生の女子をいじめて、中退させたりしてんですよ、うん。そんなね、そんなやつをなんでね。そんなやつをびっちり追って、100枚も写真撮ってたの。で、なんでね、おかしいよね。山梨日日新聞だよ、うんうん。なんでこれがね、KK 息子が、品川で、東京の品川のカナディアンインターナショナルにいるときに追っかけてるかってわけわかんない、ね。わけわかんないでしょ。そして、うん、ね、そんなに有名な大きい立派な学校でもないし。そうじゃないよ。どっちかっていうと、これはっきり言うけど、雑居ビルみたいなとこです。インターナショナルスクールとしては、一番下位ランクのとこですよ。うん、ここははっきり言うと。そこに個人的なね、うん、学校の行事なんか撮るカメラマンとして入ってたんですけれども、うんうん、なぜか目をつけて、100枚も写真撮ってたの。6年間も張り付いて。うんうん、おかしいよね、これね。うん、だから、何か、うん、まあ、ものすごく勘のいい人でね、うんうん、何かを感じたのかもしれないし、あと個人的に趣味の男の子だったのかもしれないし、そういうことは分かんないけど、ただね、これだけじゃないの。あれがあるじゃない。カメラマンの怪しいのは、うん。で、この方ね、このカメラマンっていうのは、オウム真理教の麻原彰晃のね、連行写真をスクープした人なんですよ。あの、有名な写真だよね。そうそうそう、有名な写真。うんうん、で、どこのね、カメラマンもそのね、スクープずっと狙ってたんだけど、うん、全然ダメで、うん、このね、山梨日日新聞の鶴田さんだけがスクープ取れたんですよ。うんうん、おかしいよね。そんなね、麻原彰晃の写真撮るとか、うん、KK の写真撮るとか、こんなにタイミングよくできるもの？うん、そうだよね。でも、鶴田さんもしかして見てないこれ。わかんない。鶴田さん見てないこれ。見てたら連絡くれてもいいですし、なんか連絡してみようかな。霊感的なものが働く人なのかもしれないけど。霊感か知らないけど、なんか山梨でともう一つやばいことがあるからね。うん、某新興宗教の聖地だからね。うん、まあ大山根津ね、私ね、これ、うん、大山根津の信者どうしじゃないのとか思ったんですけれども、うん、大山根津の本拠地は横浜なんですよ。横浜のね、そうだね、うん、横浜に本部あるよね。そうそうそう。でも、なんかあるんでしょ、隠れな
なんか、うん、教会っていうのかなんていうのかわからないですけどね、うんうん、山梨なんかあったじゃない、うん、そういうのが山梨にあるんじゃないかと言われて、うんうん、ただまあこれもね、あの裏付け取ったわけじゃなく勝手なことを私言ってるだけですよ、うんうん、でもあなたが言ってる勝手なことってちゃんと根拠があること言ってるからね、まあね、ある程度調べてみて、うん、まあ今大山ネットで調べてるんですけれども、うんうんうん、いやー結構不思議なことが多いね。ね、これはすごい不思議でしょ、うん、そしてこの山梨日新聞っていうのはやっぱ金丸信さんの、うんうん、長男さんがやってる新聞なんですよ。だよね、うんうん、次男だっけ、この間亡くなったの。そうそう、北朝鮮に行ってた、うん、NK 国に行ってた。 NK 国行って、うん、この人は変な人でね、私わかんないですけど、うん、それは夫さんの分だから、うん、これ変な人でね、うん、共産党の事務所をね、借金で詰まったのを買い取りして転売してね、なんて商売もやったんだよ、この人。で、いや、なんで金丸の一族が やったんだと。まあもちろん私がクビになったってわけだよね、うん。そんなこともやってるんでね、変な動きをするんだよね、この一族は。うんうん、だからこんなところに接点出ると思わなかったね、KK 息子とね。そう、だから KK 息子、うん、オウム、うん、金丸信に NK 国、うん、この流れ何、うん、本当だよね、うんうん、まあ、ちなみに NK 国も随所にこの間の調査ではちょこちょこ顔を出してると、立ち回り先にね、永宮家のっていうのもだいぶ掴んでて、だからこれは単なるまだ偶然の域を出てないかなって見てるんであれだけど、一応深掘りはしようと思ってるんですね。あと、うん、これは私のうん、まあこれもはっきりとした裏付け、うん、徹底的なものはないんですけれども、うん、大山根津のね、うん、信者さんが結構例えば日本会議にね、うん、統一教会が入ったように大山根津にも三女会員通して随分統一教会入ってるっては聞くんですよ、うんうん、結構それは聞くよね僕もね、新興宗教が入ってくるってのがあるから、新興宗教を気がついたら背乗りしていたみたいな、うん、根津だけじゃないんだよね、うん、他も入ってない聞いてるから、うんうん、根津もだいぶ統一教会が入ってるんじゃないかっていう話があって、うん、そうすると韓国北朝鮮ルート NK 国ルート出てくるよね、うんそういうことだよね、うん、まあそんなことでね、皆さんなんか最後は雑白な話になってますけどね、結構やばい山がいっぱい出てきてるんですね。で、まあ、この辺の問題はね、またおいおいですね取り上げてまいりますから、